ックターゲット対決。いやだよ。ここまでいろいろ教わってきましたけども、これ最後の対決になります。あ、もう最後の。はい。もうですか。あちらにあるキックターゲットでどちらが多く合わせるかっていうんですけども、はい、10球あります。10球。1人2球蹴っていただきます。で僕らは9人なんで、1人1球ずつと、なるほど。最後に。いやそうね。もうやっぱ頭とケツを。うん、OK です。あの健吾さんに教えていただいてるんで。任せろ。完璧。任せろ。もうイメージはできてますか。イメージはバッチリや。バッチリか。ゆうとさん。ゆうとがさ、足きれい。足きれい。足きれい。小一の毛だ。ちょうど10が結構見えるの。遠いな。ちょうど10が聞くターゲットやばい。皆さんにも好きなところで決定要件はもらってるんで。おでもいい。あでもいいぐらい。腰の位置おかしいな。足長。じゃあ準備大丈夫ですか？おっしゃ。じゃあ教えてもらったことをイメージして、はい、お願いします。健吾さんがこうできてるから。来た。来てるんですね。今こう下に来てるから。おすごい。それカメラに見せてそれ。背中だったから今。めっちゃ背中。何年やってんねん。行きます。お願いします。何番行こうかな。あれ決めるタイプですか。宣言制。宣言制ですね。とりあえずじゃあ数字いきます。当たり前だ。アルファベット以外いきます。アルファベット以外いくんで。いきます。お願いします。まあ難しいよ。3番は難しいからいいよ。言ってたやつだ。言ってたやつできました。すげえ。すごい。まあ、すごい。気持ちよかったですか。めちゃめちゃ気持ちいい。お教わったことできました。じゃあできましたね。どうですか皆さん。難しいとこ行ってくれた。いやすごいですね。健吾さんみたいでした。健吾さん。やっぱこのまま上もね行ってほしいよね。やっぱレイヤー君行くか。ミロミロ1番行け。1番行っとけ。1番来た。1番行け。1番当てに。むずいよ。いけるぞ。いけるぞ。いけるよ。キーパーいけるよ。ちゃんとした場所できるよ。そこでいいので、はい、イメージできてます。イメージはもう完璧です。オッケー。お願いします。あれでも、すごい、すげえ、すごい、マジすげえ、お前すげえな、できるじゃないですか、最後ぐらいにしましたね、上抜いたもんね、お願いします。いけるんじゃないこれ。
枠外行ってないのすごいね、みんなここまでで。マジすごい。でも後ろにゆうたくんがいてくれてるから大丈夫。安心かも。大丈夫。またゼロ。ゼロ。大丈夫だ。お開き。頼む。うわ！いやもうちゃんと同じ位置でやってるからハンデもない。ハンデなかったっすね。確かに確かに忘れてた、その途中からもうここがデフォルトなんですよ、うん、これで勝ったらもしサインをいただきたいなと。じゃあもうペンの準備しといてもらってこんな弱気な子見たことないこれはすごいよね。でもすごいすごい。気をつけてください。振り込んでると何番いきますか。3番いきます。3番いきます。3番いきます。3番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 。お、え、本当に決めていくタイプ。いやでも。うわすげえ。質がもう。いやマジホッとした。すごいな。すげえ。マジで。すげえ。ちょっとトイレ行ってきていいっすか。よし。いや。うわ。うわ。よし。よし。よし。本気だ。うわうま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 いなうまうめぇマジかできすぎた取り払ったつすっごまっすぐいったもんな。気持ち楽になりました。まだまだまだだ。勝ち点1持って帰る。勝ち点1。勝ち点1の可能性あるよまだ。確かに。6と9似てますもんね。いやそこじゃないの。ターゲット対決エスペランサ勝利でございます。これはでかいぞ。強かったです。シンプルに強かった。奇跡が起きましたね。だから本当にちょうどサイン書いていただけますし、書ける書いて書くっていう。確かに。確かに。ということで LDH エスペランサと川崎フロンターレさんの合同練習ありがとうございました。すげえ。これやばいぞ。これやばいな。ジュニアサポート。試合に使う。イエーイ。お願いします。ありがとうございます。もう照れて欠かして。やめろ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。